決める。
リフレッシュ。
この子が伝説の白竜。そうか、きっとさっきのモンスターに親竜が。このままここに放っといたら死んじゃうよ。連れて行こうよ。でも子供とはいえこんなに大きいし無理だよ。トリフォーに相談してみよう。そうか、間に合わなかったか。よし、俺が面倒を見てやろう。トリュフォー様。うるせえ、もう決めちまったぜ。いいな、お前たちは分けありだろ。さあ、後のことは俺に任せて旅立ちな。引き止めて悪かった。まあ時々あいつの様子を見に来てやってくれ。あ、あれの名前フラミーってのはどうだ。ちょっと待った。聞いた、俺がバカだった。やだと言われてはいそうですかなんて俺が言うわけねえや。そういうわけでフラミーだ。いい名前だろ。南の森の大砲屋も戻ってきたらしいぞ。カッカラ砂漠にゃ火の神殿があるって言うぜ。神殿探してんならそこが一番近いかな。頑張れよ、応援してるぜ。遅かったじゃない。きっとここに来ると思って待ってたんだよ。待ってたよ。さあ、今日は何を鍛える？Hup!
獅子、いらっしゃいよ。どこ行く？どこでも50ルク。砂漠。ちょっと自信ないよ。街を探さないと干からびてしまうぞ。
喉乾いた。おいらもう歩けないよ。困ったな。本当に日が浴びてしまう。見て、向こうに何かあるよ。行ってみましょう。この戦艦サンドシップと知ってのことか。知らない。どうしたんだ。怪しい連中を見つけました。主査。まあ待て、大方砂漠で迷子にでもなったんだろう。死にそうでした。じゃあ助けてやるから、しっかり働いてもらおう。お前は機関室に、チビは調理場、女には肩でも揉んでもらおうかな。ほら、さっさと持ち場に着け。しっかり働けよ。おーららら、海よ。おめえ死ぬか。うわ俺の名はセルゲイ。世界の海を股にかけた大海賊様よ。というのも昔の話、今じゃ世界中の海が荒れ狂い始めて商売上がったりってわけさ。仕方ないからこの船に潜り込んで船乗り気分だけでも忘れねえようにしようと思ったな。まあいつかは海に戻れる時も来るだろうよ。それまでの辛抱だ。おや、あなたも砂漠で拾われた口ですな。私がどうなっちゃうんでしょう。船長は共和国の騎士メレリア提督だけど、孫のモリエル中佐が仕切ってるよ。提督は孫の言いなりさ。中佐に睨まれたら砂漠に置き去りにされちまうぞ。この船は共和国の秘密戦艦サンドシップだ。帝国の手から火の神殿を守っているのだ。しっかり働けよ。ここから逃げたい。仲間がいる。よし、任せとけ。階段のところの兵士に話しかけろ。持ち場に戻れ。うわぁ、大変だ。火事だ。何、邪魔だ。どけ。異常なし。
崩壊日誌をつけておくか。この船は共和国の秘密戦艦サンドシップだ。帝国の手から火の神殿を守っているのだ。船長は共和国の騎士メレリア提督だけど、孫のモリエール中佐が仕切ってる。提督は孫の言いなりさ。中佐に睨まれたら砂漠に置き去りにされちまうぞ。ではならぬ。あ、おじいちゃん、だってこいつ名前言ったんだ。これはかわいそう。これ女、出て行きなさい。せーだ。ほらみんな、聞いた？ひどいんだから。な、貴様ら脱走したら大変だよおじいちゃん。そうか、脱走じゃ。なんだ？敵だ！帝国が攻めてきた！死にたくないよ！降参しよう！このバカ者！お前それでも騎士か！総員戦闘を入り！やなこった！逃げろ逃げろ！モリエールには付き合いきれないよ！
くしろ。くそ、報復しろ。おや、こんなところで諸君に会えるとは思わなかった。タナトスの報告にあった三人組とはお前らのことだったのか。よし、私が直に勝負してやろう。行くぞ、行くぞ。皆さんがいなかったらどうなっていたか、まことにお恥ずかしい。何、ジェマの知り合いか。では、お主が噂の聖剣の孫を甘やかしすぎたようです。許してくだされ、ビシビシ鍛え直します。忘れかけていた騎士の心を皆さんに見た気がしました。ありがとう。ここから北に行けばオアシスのカッカラ王国がある。木の神殿はその西の方だ。我々はここで本国からの救援を待つことにする。君らはもう行くかい。ここから北に行けばオアシスのカッカラ王国がある。木の神殿はその西の方だよ。ここは砂漠のオアシスの町、カッカラ王国です。いらっしゃいませ。ご用件は。他にご用は。またお越しください。いらっしゃいませ。ご用。他にご用は。またお越しください。喉が渇いたよ。まんまるドロップ、しっけえな。わしゃこう見えてもこの国の国王アムール三世じゃ。しかし間違えられても仕方ないか。オアシスの水が干上がってこの国も終わりじゃ。ジェマとかいう旅人が西の神殿からマナの種子がなくなったからだとか申しておったが、
一体誰が。火の神殿の守り神サラマンダーが何者かにさらわれてしまった。しかも神殿からは種子も失われ、砂漠の魔物たちが住み着くようになってしまった。オアシスの水が干上がってしまった。もうおしまいだ。いや、まいったね。こう熱くちゃだれちゃうよ。待ってたよ。さあ、今日は何を鍛える？一泊56ですが。ルカ様っていつ見ても同い年か、それより下の女の子にしか思えないんだよな。200歳のおばあちゃんには見えないよな。初めて会った時間違えてジェマにも怒られちゃったよ。何か秘密があるはずよ。どうした姉ちゃん、急にそんな真面目な顔して。年齢のことはいいわ、でもエリニスみたいにならないあの若さを保つ秘訣があるはずなのよ。あ、もしや水の神殿でウンディーレの力を強く受けた水を浴びてるから。そうよ、間違いないわ。私も明日から水の神殿で水浴びするのを日課にしなきゃ。これで私も一層ピチピチよ。なんだ姉ちゃんがなんか怖い。乙女心って恐ろしい。何よ、なんか文句でもあるの？とんでもございません。オイラには分かんねえや。